からおかけの方で、常磐道、外環、磐越道の情報をお聞きになりたい方は、1、シャープを、東北道、外環、圏央道、北関東道の情報は、2、シャープを、磐越道、外環、圏央道の情報は、3、シャープを、上信越道、長野道の情報は、4、シャープを、外環の情報は、5、シャープを、信号音の後に押してください。ダイヤル回線の方は、このまま、しばらくお待ちください。午後8時現在の東北道、外環、圏央道、北関東道情報をお知らせします。はじめに、東北道、上り線の情報です。工事のため、大谷パーキングエリア付近で、第2走行車線と追い越し車線が規制されています。次に、工事のため、館林インター付近で、第2走行車線と追い越し車線が規制されています。引き続き、外環内回りの情報です。市川南インター付近で工事を行っています。次に、工事のため、外環浦和インター付近で第1走行車線が規制されています。また、工事のため、和光北インターから大泉ジャンクションまでの区間で第2走行車線と追い越し車線が規制されています。続いて、外回りの情報です。工事のため、大泉ジャンクションから和光北インターまでの区間で第2走行車線と追い越し車線が規制されています。次に、和光北インターから美女木ジャンクションまでの区間に積み荷があります。続いて、通行止めのお知らせです。3月8日から20日まで、土日を除く毎晩夜20時から翌朝6時までの間、東関東道、茨城町ジャンクションから茨城空港北インターまでの上下線で、工事のため通行止めを行います。ご理解とご協力をお願いします。他の情報をお聞きになりたい方は、サービスコードとシャープを、サービスコードを確認したい方は、9、シャープを、信号音の後に押してください。